はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルは私が1日1冊本を読んでその内容や感想をレビューしています普段はビジネス書を読むことが多いんですけれどもその他のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらをご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの危うく一生懸命生きるところだったと タイトルの本になりますで、えー、と内容としてはですね、えーとまあ、帯に書いてあるんですけれども自分をすり減らす毎日から抜け出し自分らしい生き方に出会える人生エッセイと。 いう内容になっています。で、著者の方はもともとサラリーマンとイラストレーターの2足のラジンを履いていて、まあ、今は独立されて、えー、フリーのイラストレーターをやられているという方だそうです。で、えっ、ー、とこれ韓国のえっ、ー、と本なので、まあ、韓国人の方ですね。ハワンさんという方がまあ文章とイラストを書かれているということです。で、今、あのわざわざ韓国の話です。ということをあの注釈をしたのはまあ、韓国はですね。まあ、日本と比べてもあのより競争。 そうの厳しい社会だというふうに言われていますし、えー、また結構こう精神的にあの病んでしまう人がまあ日本と同じぐらいかまあそれ以上かちょっとあの細かい数字はわかりませんけれどもまあ多いということでえ有名なまあ社会ですなのでまぁそういったまあ日本に非常によく似た社会構造の中で生活をしているまあこの著者がですね世の中で生きていく 時に、まあ、どういうふうに、えー、心持ちを持っていくかというところまあ、そのアドバイスをまああの書いたエッセイになりますでまあ、表紙を見ていただくと分かるんですけど結構こう気の抜けたあの可愛いイラストとともにまあ、あの著者の苦労とかですねまあ、人生におけるその自分の人生の考え方ですねそういったものを紹介しているという内容になります、えー、例えば章、えー、のタイトルをちょっと読み上げますけれども「第一章」「こうなりたくて頑張ってきたわけじゃない」 第2章、一度くらいは思いのままに。第3章、生きていくって大したことじゃない。第4章、危うく一生懸命生きるところだったという内容になっています。で例えば第1章のこうなりたくて頑張ってきたわけじゃないというところに関しては、えー、人生マニュアルを捨てて自分らしくとか、もう金持ちになるのは諦めたとか、人生に正解を求めすぎたばっかりにとか、 こう私もですね、えー、なんか自分の中でこう何か挑戦する時は気持ちいいんですけれどもやっぱり壁にぶつかった時に自分は何でこんなことをしているんだろうっていうふうに立ち止まって考えることがよくあるんですけれども、まあ、そういった、えー、気持ちを、えー、書いているところがまあ非常に印象的でした。で他にもですね、まあ、その一度きりしかない人生あの誰かのために生きていくんじゃなくて自分のために生きていくのが大事だよね。 とか、えー、まあ会社でやる気を出せやる気を出せっていうふうに言われるけれどもまあ、自分たちはまあもうすでに頑張ってるんだとまあ、そういう中で常にやる気を出してやり続けるというのは難しいからまあ、まずは目の前にある頂い,いた仕事を一個一個こなしていくだけでいいんじゃないかとかあのそういうようなアドバイスというかあの、まあ、アドバイスというかこの著者のまあ考え方ですねをまああのこういうねかわいいイラストとともに紹介してます。 あのー、まあ日本でもですねあの今お話したような内容で、まあ、悩まれている方っていうのは非常に多いと思いますまあブラック企業とかですね、えー、サービス残業とか、まあ、そういった言葉が日常ごく当たり前にあの飛び交ってますけれども、まあ、そういう社会においてですね、まああのー、自分の人生を自分らしくそしてまああの唯一の目的であると思われる、まあ、楽しんで生きるという目的をまあ達成するためにですね、あのー、力を抜いて自分らしく楽しく人生を生き ていくアドバイスがあのたくさん書いてありますのであのまあそういった内容に興味がある方は一度読まれてみるといいんじゃないかなというふうに思いましたあの自分もですねちょっと疲れた時に何度か読み返してみるとここ心がこうふっと軽くなるような内容だったのでまあ、非常に良い,い本だったなというふうに思いましたはい今日は以上になりますで、えー、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになりますそれでは今日は失礼します